月さん朝入らないですからね。朝は今回元旦あそうです内藤さんということで。あそうですね、うん、だから初日の出にやきもきすることなくそうですね、朝起きた時に、うん、もうあの大反省会が一人で始まってる可能性がもしかしたらねあるかもしれないですけど、いや今日で山口さんとご一緒するの年内最後なの で、 そうです、あのまだあの先だったから難しかったっていうね。そうですね、でも確かに東の方の空は朝なるとこの辺出るんですよ、うん、そう朝にね出てること多くて日中は解消していくことが多いんですよね。そう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 、気温が上がってくると徐々にこう消えていくんですけど、うん、それはねあります、うん、もしかしたらある可能性もあるっていうことを ね覚えておいていただければなと思います。あ大晦日そっか夜入るんだ、そうです、じゃあもうめちゃめちゃプレッシャーあるじゃないですか。忘れてた、だから大反省会になるかどうか、うん、ありえますね。じゃあお一人大反省会です私ももちろんなんで私何もしてないのにだって今年最後の最後で遅刻してきたじゃないですか。なんでそんなこと言うんですかそうですよ、あれは遅刻ではないです。5分5分ね、しかもあのちゃんと言いました。違う、ただねもうどうしようもできないじゃないですか。ここで弁解の余地もないし、最後に言えてよかったねえ、ひどい、こんなこと言われると思わなかったねえ。 いい2022年だったですねそうでもね、優しくていいオチだねって言ってくれたんですけどもう私本当にやばいと思って、間に合わない、このままじゃって思ったんですよ。お母さんにも LINE して、もう間に合わない、もう間に合わない、間に合わないって言って、ね、その待ち合わせの時刻、待ち合わせっていうか、そう出社して仕事が始まる時間くらいに駅に着く感じになっちゃったんですよ。でも間に合わない、どうやって頑張って駅から走っても間に合わないって半べそ書きながら、でももうあのどうしようもないじゃないですか、自分で。だからなんか開き直って座ってました。もう最後はもうそうですよそうでもちゃんと山口さんに伝えてくださいってスタッフさんにも連絡して、ちゃんと前もったら連絡もあり、連絡ありましたでしょ、うん、いいことです大島遅刻ですって言っといてくださいって言っていや年内最後ね頑張ろうねって言ってたんですよね。頑張ってあの時間通りね、こう来ようね、頑張ろうねって言ってたんですよ。走ったよ、走ったんですよ。間に合わないながらも足、重い足を引きずりながらこう走ったんです。足遅いながら走ったんですよであのスライディングして山口さんのところに登場しました。確かにそうですね、崩れ落ちるようになるの。崩れ、走ね、年内最後も、まあ、私らしくわちゃわちゃだったということで、もうびっくりした、言うんじゃないですよここで、どうしようもないじゃないですか。もう言うならもう今この時間しかないですか、ね、そうですよね、そうそう、最後に言ってやろうって貯めてたんですね。そうです、まあ怖いまあ怖いわ、もう最後じゃあ来年もよろしくお願いしますみたいな、今年1年ありがとうございました本当にみたいな感じで終わろうとしたのに、全然なんか明るい感じじゃなくなっちゃう、もう泣いた来年も一つ、そうですね、お互いよろしくお願いします。私はもっともっとあのパワーアップしてしっかりして2023年帰ってきます。ぜひ5分前に山口さんの席で待ってます。素晴らしいわかんないです、ちょっとわかんないけど、そうですね、一気に自信失う、電車難しいんですいつも言ってるけど1月の最初の時に、うん、そう、またまたってなるかもしれない、その時は同じあの、はい、電車難しかったエピソード話しますね。わかりました今日は道も難しかったとかいろいろ あるんですいつも言ってますもう終わりましょう。じゃあ、ね、山口さんありがとうございました。年内これで最後ということで、はい、1年間ねたくさん思い出できまして、はい、ありがとうございました。ありがとうございました